どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、乾かし方の動画を作ってみました。いつも髪の毛がこうボワッと広がる方は結構この乾かし方だとかなり綺麗に収まる方法になってるかなと思いますので、癖で広がる方だったり髪の毛の量が多い方、ぜひこの方法で一度お試しください。それでは動画をどうぞ。オイルを使っていきます。まずはオイルを全体的につけていきます。ブラシを使っていきます。次はブラシで大まかなもつれを取っていきます。ドライヤーを使っていきます。普通の乾かし方をやっていきます。普通の乾かし方だとまとまりがなく、ボワッとボリュームが出ている状態になってます。まとまる乾かし方をやっていきます。まずドライヤーを根元の付近から毛先に向かって風を当てます。ある程度乾いたら表面の部分ですね、この辺りの部分、まあ大体で大丈夫なのでヘアゴムで優しめにちょっと止めておきます。でこの下の部分ですねをまた上から風を当てていきます。下が乾いたら上のゴムも外してもう一度上から乾かします。髪の毛の面が綺麗になってボリュームもしっかりと落ち着いている状態になってます。はい、こんな感じで仕上がりました。ですね、本当にそのドライヤーの当て方で全然変わるんですけど、皆さん大体こう前からこう乾かす と、やっぱり根元のボリュームが結構ボリューム出て、あとキューティクルって髪の毛のあると思うんですけど、その面が前からだとそんなにこう綺麗に均一に、整わないっていう状況になってしまうので、広がるプラス毛先がちょっとバサバサになってしまいます。だから結構広がり、ボリュームが出てしまうっていう感じになってるんですけど、逆に上から下にこう乾かすことによってまず根元のボリュームダウンがしっかり、できるっていうのと、あとはそのキューティクルの面が綺麗に揃うので毛先が結構まとまりやすくなったりするので、本当にドライヤーって毎日することだと思うんですけど、その違いで1日の本当にこうヘアスタイルの持ちがまた変わってきたりとか、見え方が結構変わってくるかなと思いますので、普段からこのやり方でぜひ皆さんやってみてください。この動画良かったら高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、さよなら。